昨日中1日で愚痴を取ってて、で、もう愚痴ないわって言ってたけど、昨日のイベントの続きが今日あるから絶対愚痴今日用意しなあかんかったってことに気づいたで、今月だけでも愚痴めっちゃ出してるから軽い愚痴だけちょっと今日は許してください。軽い愚痴って言うとやっぱり自分の普段から思ってる愚痴になってしまうんやけど、やっぱスポーツが面白いぐらい愚痴あるなと思いまして、今日はその中でも3つだけピックアップしたいなと。野球、これね、ファミスタを昔やってた時に毎年やってたんやけど、ファミスタ88かそのぐらい、もうちょっと後かもしれんけど、海外の球場を選べるようになったんですよ。その時に左右対称じゃなかったり、なんかラッキーゾーンみたいなのあったっけ。だからめっちゃ面白いやんと思ったんやけど、よく大人になってから考えたら、あれ選手たまったもんじゃねえなと思って、自分のホームの球場がフェンス高かったらホームラン出ませんよって愚痴りたいやろなって思うんですけど、見てる僕観戦者としては、そんな本数で争った本数ちょっとずれるやん、ホームの方が試合数多かったりしたらちょっとずれてしまうやんっていう愚痴ですよね。きっちりしいなんで、例えばさ、イチローがさ、例えばじゃないな、これイチローがね、日米通算ヒットをヒットで世界記録作らんかったっけ、間違えたらごめんなさい。その時に抜いた相手は多分、メジャーリーガーで、そのメジャーリーガーがイチローに、そんな通算やんって言ってた記憶があるんです、最初。で、でもね、よく考えたらその通算ってことは環境変わってるから、めっちゃすげえことやなと思いますね。だからイチローだけが今のところ、その1位やった人、抜かれた人を、すらも僕みたいに愚痴を言ってたわけですから、一郎だけが愚痴を言ってない人になりましたね。すごいねと思います。だか、一方かな、サッカーでは僕まだ愚痴言ってる人しか見たことなくって、まず絶対転ぶんですよ、わざと。で、痛かったんですって言って、で、それは痛くねえやろって怒られて、嘘ついてましたって走り出すっていう。だからみんなあれ騙してるのかなって思うのと、あと負けたんですけどアウェーだったんですって感じやで、それ僕やっぱ感染者として愚痴が、やっぱりこの愚痴を言うってことは僕は器が小さいっていうことをやっぱりね、皆さんに思われてしまう、さらけ出してしまうですけれども、サッカー選手は器なんで大きいと思われてるのっていう、大きいと思われてるかどうかわからんけどっていうことが愚痴ですかね。で、陸上やな、陸上はな、やっぱり簡単な話なんですけど、やっぱ体育館で走ってほしいなと思いますよね。なんか風が追い風やったとか、追い風参考記録とか言われると、俺が選手なら絶対愚痴るなと思ってるし、あの時のあれはあの10秒切った記録は追い風が何メートルやったなら、あの時のあれがあっちの風やったらみたいになるで、俺そんなこと考えたくねえから体育館でやってくれんかな。だから水泳とかもあれですよね、損してない外側の人。ちょっと4つ目の愚痴になっちゃったね、これ切っときましょう。行きましょう。内観口、皆さんスポーツに対して、お、特別なお知らせがあります。やべえ、やべえ顔してる、かわいい顔してる。癒される。この言い方は知らないからね、俺来るのは知ってたけど。だからこれで癒されてます。そうなるんや、これがそうなるんや。今までってあんまりやったことないんですけど、土曜日に来るんでした。うわ、集まってんな。だから住民の数必要やったんや。でも俺左のやつ呼んだ記憶ねえんですよ、一番あの左の人、あんま喋ったことないし。人も島も生き生きしてて、え、人っていうの自分のこと、この人って俺も言ったわ。え、ちょ待って、いろんな仲間が集めたくなる。でもな、ここでカンガルー問題があるんですよね、リッツさんの。あれは人なのか動物なのかぬいぐるみなのかっていう問題はありますね。やっぱり怖いな。一人で長々と喋っちゃってごめん。俺ですよ、それ喋ってたの。ごめんなさい、本当に。見えたな、カンガルー。ちょっと怖いな。聞きましょう。
みこみななおなおなみなこなみおなおみなみこななおなみなこなみおみなみこおおみなみなこおこおみなおなみおみおみこおおみこみななおなおなみなこなみおなおみなみこななおなみなこなみおみなみこおおみなみこおおみなみなこおこおみなおなみおみおみこおおごめんごめんって思いました。僕あのおーたぬきすゆ楽しんだっていうかごめんと思いました。愚痴をこんなに吐いたこととあとちょっとでこれに参加できたあちょっとを追い出してしまった、そのことを思い出してちょっと涙が、しかも俺あちょっととちょっと間違えてたし、あのリスがあちょっとやったか、あのちっちゃい鳥みたいなのがあちょっとやったかちょっと間違えてたのもごめん。そしてこんなクソ動画と、あとこれのライブをやってた頃はめっちゃみんな集まってくれてたんですよ。それがその重なってさ、今の集まった動物たちとそこに重なってこんなに愚痴吐いてごめんと思いましたね。これ愚痴最終回かこれ。これはすごいよ、みんな集まれ。俺ねこんなにすごい感動すると思わずにもう最初からだからボンボンやったんですよね。ボンボンっていうのはその最初からみんな集まってたんですよ。たまたまこうパーって起動してはい、ライブしたらパーって走ってきたからね、みんなさんボンボンやったなってことに気づかされますね。あ、こっから毎週土曜日なのよ。そういうパッケージやったっけ？あ、これがそうなるんですね。やっと島クリエイターです。ありがとうございます。はあ、頑張らなあかんね。
いい立場やな。わかりました。あのごひいきにっていうのは僕からも皆さんに言いたいなと思いました。うん、ありがとうございます。ふう、一段落。あ、え、一段落っていうのやったっけ。ごめん。いや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 、ありがとうございました皆さんね。ちょっとクリエイトしていかないといけない時代に入りましたんで、愚痴ばっか言ってないで頑張りたいと思います。またよろしくお願いします。っていうか、なんか言おうとしたこと忘れたけど、まあいいや。感動しましたね。今こんな状況なんで、もっと頑張って開発したいと思います。そうそうそう、うんとね、任天堂のさ USJ にマリオのコーナーができるのが延期されてて、途中なんか開発中っていうか建築中みたいな画像が漏れたりさしてたじゃないですか。そんな感じで、これマリオの今35周年が始まってるから、3月にマリオの角が出るってことを知ったんで、そんな USJ みたいな感じで設置予定地をクリエイトしておきたいなと思いますね。せっかく島クリエイターですから。